インドパルティア王国は、一世紀頃現代のアフガニスタン、パキスタン、北、インドを含む領域に、パルティア人の指導者コンドファルネスによって建設された王国。郷土が、僕突然ち成下で強大化して、政法を脅かすようになると、元来、タリム盆地に拠点を置いていた遊牧民の大月氏は、サカ人の領土を奪い取り生戦した。 パルティアのミトラダテス一世の地世には北西インドのサカ人が本拠地のヒュルカニアに侵入し始めた。紀元前128年、フラーテス二世はサカ人討伐に失敗して戦死し、インドスキタイ人のインドスキタイ王国や大月氏の代価によって東方領土は占領されていた。ローマとの構想や紀元前92年のミトラダテス二世の死などによってパルティア王国が 弱体化すると、パルティアの大貴族、スーレエン氏族は、東方領土に侵入を開始した。パルティア人は、ガンダーラ地方で、クジュラカドフィセスなど、大月氏側の多くの地方領主と戦った後、全バクトリアと、北インドの広大な領域を支配下に収めた。インドスキタイ王国は、最後の王アゼス2世が、紀元前12年頃に死去するまで存続した。西暦20年頃、 パルティア人の征服者の一人、ゴンドファルネスは、パルティアからの独立を宣言し、征服した領域に、インドパルティア王国を建設した。インドパルティア人は、パフラバとして、インド人に知られており、ヤバナ、サカと共にしばしばインドの文書に登場する。この王国は、なんとか一世紀ほど存続した。王国は、ゴンドファルネスの後継者アブダガセスの時代には、分解を始めた。 北インド地方は75年頃には、クシャーナ朝のクジュラカドフィセスによって再征服された。その後、王国の領域はほぼアフガニスタンのみに限定された。最後のオーパコレスの地勢には、サカスタンとトゥーラーンを支配するに過ぎなかった。2世紀の中央インドの王国サータバーハナ朝の王、ガウタミープトラシャータカルニは、自らを、サカ、ヤバナ、パフラバを滅するものと称した。 226年のサーサーアン朝による支配の後もパルティア人の孤立した領土が東方に残存した。2世紀から中央アジアの仏教伝道師は中国の首都、洛陽や南京で仏典の翻訳活動によって有名となった。現在知られている限り最初に仏典を中国語に翻訳したのはパルティア人の伝道師であった。中国ではパルティア人は パルティア出身であることを表す、安静によって識別された。ありがとうございます。